ほど言ったんですけど、この判決の内容を見た上で、主文は7月14日付の懲戒免職処分を取り消すということですから、一番大事なところで小説判決をしたという中で、ただ若干残念だったのは、するひどい取り調べをしたり、あとメールの出し方なりもですね、記者発表の仕方もマスコミ問題があったので、その損害賠償請求を認めたのについては残念ながらそれは棄却する、そういう形になっています。一番私としては精神的に参ってしまった暴言というのが、平成25年の12月、13日金曜日の午後7時間にわたる、取り調べの中で、退職を、認めない限りもう終わらないぞというような雰囲気の中で、暴言がありました。でまた時が経って長期研修命令が出て、長期研修命令中にまた地下に閉じ込められまして、直接管理主事が私のところにまた来まして、半日使って5回にわたって半日間また必要な事情聴取で、辞任書等を書くことを求められたり、書き写させられたりというようなことが、あったり しました。ある時は退職を強要してみたり、時折これで控訴する、引き延ばすなんていうことになると、どん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 授業ができなくなっちゃうし、現在昨日も今日も、明日だって働くわけですよ。で管理職の雑用であるとか、事務室の手伝いであるとか、あらゆる文書をまたがって、あるいはタイムスのパソコンの全部いろんなこと、結構有能、若いけど有能な先生で、もうなくてはならないような存在っていうのは過言じゃないんですよ、それはね。っていうことですから、ぜひともですね、今の3点、控訴しないでくれと、それから、再処分はしないでくれと、で直ちに普通の通常業務に戻して不当な介入はするなと、この3つを、ぜひともですね、人事部職員課、あるいは都教委の、もしあれだったら部長であるとか、あるいはもっと教育長であるとか、そういうところにも伝えてもらいたいんですよね。僕ら初めから懲戒免職に当たらないっていうふうにやってきたわけですよ。しかしそれが退職届をね、強要した上で出ないと最終的に分かると、一回出したんですけれども、やっぱり撤回するってことで、どういうふうに思ったんですかね。それで懲戒免職処分に持っていくと、こういうやり方自体、そのプロセスでもかなりその強引なね、あるいは暴言、人権侵害、我々からすればもうその通りですよ。その通り、今井さんが言ったようにその通りのことをやってるんですよね。ちょっと僕はだから もうなんて言ってるんですかね、そういうことが許されるのかと。だってね、陳述書一つの偽造にしたって大変な問題ですよ。本人は認めてないですけどね。これはやっぱ大げさになると思いますよ、もしこれ以上やったら。もうひどい話だと思いますよ、本当に。こんなことあっていいのかと。我々がそんなことやったらもう一発はクビのはずですよね。なんでそういうことが許されるのかと、不思議でなりません。